で今回は、第一形に計算するための、PC の OS ですね。 OS って Windows とか、Macintosh とか、Linux とか Unix とかいくつかあるんですけど、理論計算に用いるのは、Linux の Ubuntu が一番いいですね。これの方がいろんなソフト入れた時に安定して動きますし、いいんですよ。でもう一個本当は昔、候補となりうるものとしてこのセント OS というのがありました。でこのセント OS ですね、いろいろやってみたんですけど、まあ、テキストも多くてね使いやすいかなと思ったんですけどね、そう甘くはなかったですね。いろんなソフトを入れていこうとするんですけど、特にですね、理論計算の結果をプロットするためのプロットソフトを入れるのがすごく難しいです、このセント OS には。なので、まあ、なんていうのかな、もう、この OS で心中したいって人は、もうこれを選んでください。私はもうあんまお勧めしないですね。もう理論計算だけやりたいって言うんだったら、この Ubuntu が絶対お勧めです。で、ここにちゃんと Ubuntu どういうものかっていうのが書いてあります。で、この LST っていうのが Ubuntu の中で重要です。で、これが長期サポートしているので、いいところです。で、このサポートありなし、どういうことかっていうと、セキュリティだけじゃないんですね。PC 買ったときに、いろんな PC の中身で、いろんな機能、装置があります。で、その装置と、OS を橋渡しするというか、使えるようにするためのドライバーが必要になります。で、ドライバーがないとですね、自分で入れてこなきゃいけないんですね。で、それすごく大変なんです。なので、長期サポートしているものか、買った時の、PC に対応するような、時期にリリースされている、OS を入れてください。で、まあ、どういうものかというのはここにちゃんと書いてありますし、あとはリリース時期とサポート期間というのが書いてあります。で、この上の部分が非常にサポート期間が長いですね。なのでこれがいいです。で、もうこの 15.10 とか 15.4 はもうダメですね。候補としてはこの LST とついたやつで、12.04 や 14.04、 そして 16.04 です。で、まあ、16.04 はまだ予定って書いてありますけど、もう出てるとは思うんで、もう出てる時期ですけど、まあそんな感じになります。で、候補はこれか、これか、これのタイプを、ダウンロードするということですね。で、例えばですね、どうやってやるかといいますと、それはですね、理研さんが理研 Linux で Google で調べると Index of Power Linux というのが出てきます。で、ここで Ubuntu というのを入れて、リリース、あーこれかうまくいかなかったかな。うまくいってないな。Ubuntu リリースっていうのを、ごめんなさい、うまくいかないです。もう一回やります。リケンさんで Linux と入れて、で、これ Linux でこれ入れた後に、リリースっていうのを押します。ごめんなさい、こちらですね。これをチェックします。そうすると、ここに、これでこれこれがありますよっていうのができます。で、古い PC を買ってる場合には、これ、12.04 がおすすめです。これの方がね、非常に使いやすいんですね。で、後のバージョンが意外に使いづらいです。ただ、PC にダウンロードした時に動かないかもしれないので、これとか、これが選択肢になるかなと思ってます。で、まあ私はこれですね。で、これでもいっぱいたくさん出てきますね。何を選べばいいかというと、i386 というのが 32bit タイプで、これはダメです。AMD の64ってついてるやつを選びます。で、ISO って書いてあるやつ、これですね。こういうのを選びます。サーバーとか、まあサーバーじゃなくてもいいですね。デスクトップって書いてあるやつを使えばいいですので、選ぶのは、さっきのがちょっと良くなかったですね。これです。これを選んでください。こう書いてあるやつ。これをダウンロードします。これを保存、こういうふうにします。でも私はもうダウンロードしてあるのでいいんですけども、これをダウンロードする。で、これじゃないタイプのやつ見てみましょう。14.04 ですね。14.04 だと、デスクトップって書いてあるやつで ISO の64、これですね。これを選択してください。で、16.04 の LSD だったら、デスクトップの、これを選択してください。で、それが終わったら、CDRW で書き込みます。で、それはライト、例えば、いろんなソフトがあるんですけど、イメージバーンがいいかなと思います。見た目で分かりやすいですね。
こういうソフトがありますんで、これフリーソフトですから、イメージ版ダウンロードしていただいて、で、使うということですね。ここに。で、これダウンロードしてもらったら、これを、ライトイメージファイルトゥディスクというふうにします。で、一旦押してもらって、で、これで、ソースで、こういうふうに、ここのやつですね。これは 古いタイプですけども、12.04-5 のってやつですね。これ、イメージファイルを選択してもらって書き込むということになります。で、書き込みが終わったら CD ができますんで、それをPC の中に入れてインストールするということです。インストール手順はそんな難しくないですし、他の人が公開してますんで、それを参考にしていただければいいと思います。まあ、ちょっと一回やってみますかね。で、やってみたいと思います。あと、後ほどやってみたいと思います。では、今回これで終わり。